こんにちは、トイズガオです。本日はこちらミニ四駆プロシリーズダッシュ1号エンペラーです。はい、こちらダッシュ四駆郎の漫画の主人公、四駆郎のマシン、ダッシュ1号エンペラーですけどもね。はい、これも懐かしいマシンですけども、このアニメが始まって第一次ミニ四駆ブームというのが来たんじゃないかなと思いますけどもね。これダッシュシリーズは懐かしいんですけども、僕実は当時これ持ってないというか買うことができなかったんですね。人気すぎてもうブームが始まってですね、人気が出すぎて売ってないんですよね。うちの近所の駄菓子屋兼文房具屋兼プラモデル屋みたいな店があったんですけども、おばちゃんがやってるね、そこで買おうと思ったらですね、全然売ってなくてですね、これは買えなかったんですけど、2号のバーニング3は買えたというね、そんな感じだったんですけど、なのでこのエンペラーを触るのは今回がね初めてなんですけどもね。このミニ四駆プロシリーズというのはシャーシがね MS シャーシで、ボディがエンペラーということでね、その当時のものとはシャーシが違うのでね、若干違和感があるんですけども、まあこのピンスパイクタイヤがねついてるので、若干その当時の面影みたいなものはありますけどもね。四駆郎のアニメは見ていたんでね、このエンペラーが活躍しているところは何回も見ているんでね、当時を思い出しながらね作っていきたいなと思います。それでは開けてみたいと思います。はい、タイヤがねピンスパイクタイヤ、そしてこれが MS シャーシ、これはね僕も初めてなんですけど、この真ん中にモーターがドンとくっついてですね、プロペラシャフトがなくて、そのモーターの、モーターちょっと見てみましょうかね。このモーターがですね、これ僕もこれ初めてなんですけど、このね、モーターのこっちの後ろの軸がですね、伸びていて、前後にピニオンギアを配置して、プロペラシャフトを通さずに、モーターから動力を伝えるということでね、回転が伝わりやすいというので、効率がいいのかもしれないですね。はい、そしてこのモーターを真ん中に電池がサイドに入るという形になってるね。第一世代しか知らない僕にとってはね、かなり斬新なシャーシかなと思うんですけどもね。はい、そしてこれボディですね。先日組み立てたスーパードラゴンと違って、これはね、ちゃんと色が真っ白で、この前のスーパードラゴンがね、ちょっとクリーム色っぽかったんでね、これはちゃんと真っ白なんでね、塗装はしないでこのままシールを貼りたいと思います。はい、そしてこれ M シャーシというのはこのようにね、真ん中のメインシャーシのところに T01 ユニット、そして T02 ユニットというこの前後の部分を取り付けるシャーシなんですね。これも完全に初めて見るんでね、どのように完成するのかちょっとわからないのでね、まあ、楽しみなところもありますね。はい、でホイールはかなりノーマルなホイールですね。で説明書、シャーシの部分が若干パーツが多いように感じますけども、そんなに、まあ、全体的にはそんなにパーツは多くはないかなという印象ですね。でこちらも、まあ、最新のミニ四駆はちょっとわからないですけども、まあ、それよりは組み立てやすいのではないかと思いますね。はい、それでは組み立て開始いたします。はい、ということでダッシュ1号エンペラー完成いたしました。先ほどこれは当時作ったことはないと言いましたけども、作ったことありましたね思い出しました。
ここにねライトがあると思うんですけど、ここのここにねライトを仕込むのをやったなという記憶が蘇ってきましたね、このパーツで。まあ当時はね、LED とかもなかったんで、豆電球のさらに小さい麦球というのをね、こっからコードを通して、この、ね、中の電池まで繋いでですね。で、ライトをつけながら走らせたりとかね、やってましたけどね。で、まあ今回ね、このボディの塗装もね、やったんですけど、結構この辺が細かくてですね、塗装は難しかったですね。ガンダムマーカーで一生懸命この辺とかもやって、この辺全部、この黒のところは全部塗装してます。シールもあったんですけども、シールだとね、結構分割されて、貼るような感じなんでね、ここの、このあたりがね、分割されるんで、この黒い部分をね、塗装しました。ここはね、シールもないんですけどもね、この箱を見たら黒くなっているんで、黒でね、塗装して、でこの前部分のね、スプリングと、このサイドのところは黄色でね、この後ろ部分もシルバーと黄色で塗装しました。はい、ということで、これがね、MS シャーシなんですけども、まあ僕の世代としてはね、完全に未知のものだったんでね、かなり新しいなと思って。で、ここが最初分割されているんでね、走るとき大丈夫なのかなと思うんですけども、まあこの辺はがっちりとはまっているんでね、大丈夫だと思うんですけどもね。はい、ではちょっと走らせてみたいと思います。はい、ということで、ちゃんと走れますね。まあ、ここまで来るとね、やっぱ、コースの方も走らせてみたいなと思いますけどもね。まあ、今回はね、まだ、コースを走らせるように作ってないのでね。これもまた、前回組み立てました、こちらのね、スーパードラゴンと一緒にね、並べて飾っておきたいなと思います。はい、ということで、以上、トイズガオでした。ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。